べて痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかというその痩せるポイントをお伝えしていきますね。最近ですね、このリンゴ酢レシピについて LINE またはその YouTube のコメント欄にたくさんねコメントいただくことが増えてるんですね。でも嬉しかったのが最近いただいた LINE のですねメッセージで、すみか先生のレシピバインダーがたくさんになってきました。2冊目になりそうです。これからも頑張りたいです、とこういったですねもう嬉しいメッセージ他にもたくさんいただいてるんですけれども、私がこのチャンネルでお伝えしておりますそのレシピはすべて痩せる腸活レシピなんですね。これは腸内環境を整えていく食材をお伝えしている、結果あなたは痩せ体質になることができますよってお話をね、もうたくさんたくさんお伝えしてるんですね。で今回ももちろんその腸活レシピですので、ぜひ最後まで楽しみにご覧ください。ではお話戻していきましょう。痩せるポイントです。1つ目、腸内環境が整うからなんですね。もうこれは先ほどからお伝えしております通り、もうとにかく痩せ体質に根本的に生まれ変われば、もうとにかくですね痩せることができるんですよね。もうそれぐらい腸内環境が整っている方と整っていない方っていうのはもう全然ダイエットの効果が変わってくるんですよ。なのでこの今回お伝えしますリンゴ酢レシピをですね、あなたが召し上がるとどうなるかと言いますと、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがですね増えて元気になって、いつまでもあなたの腸に住んでくれる、住み着いてくれるわけですよね。もう共存です。ですからあなたはまず腸内環境のその善玉菌を増やしていきましょうということですね。2つ目です。脂肪燃焼効果があります。これも嬉しいですよね。もうまずは溜め込んできてしまったその脂肪を燃やさないといけないわけです。もちろん運動や、いろんなねことで燃やすことはできますけれども、代謝を上げたりですね、ただやはり腸が元気でないまま代謝を上げるってできないんですよ。腸が元気であれば代謝が上がって体温が上がって脂肪を燃やすくすることができるんです。でまたプラス食事をとることでこの脂肪燃焼効果をアップさせることができますから、脂肪燃焼効果が高くってしかも腸内環境を整えてくれる、この食材をとることがポイントになってくるんですね。では3番目です。食物繊維です。痩せるためにはこの食物繊維も取らないといけないんですよね。もうとっても大切ですよ。なぜかというと、先ほどからもう声を大にしてですね大事ですよってもう毎回お伝えしてるんですけれども、痩せ菌たちの大好物、要は餌がこの食物繊維なんです。なのでいくらあなたがその善玉菌を増やすね食事をされたとしても、その善玉菌たちにこう餌を与え続けてあげない限り育たないわけですよね。その育つ元がこの食物繊維ですから、今回お伝えするこのレシピはもう豊富な、もうとにかくですねたっぷりと食物繊維が含まれていますから、そこを取ってあげる、補うことで痩せ菌たちを増やして元気にすることができる、イコール痩せることになるんですね。4つ目です。とにかく低カロリーなんですよ。もうカロリーがやはりそのカロリーだけに目を向けてはダイエット成功しませんよね。カロリーも気にしつつ抑えつつ、やっぱり栄養が取れているかどうかとか、バランスがどうかとかですね、糖質はどうなのかとか、いろんな角度からトータルで見る必要があるわけですよね。で結局太る原因ってもうシンプルですよね。取ったカロリーの量を以上に消費すれば痩せるんです。太らない。逆に取ったカロリーよりも消費するカロリーが少なければ、もちろんその差分太るわけですよね。もうすごくシンプルなわけです。
だったらやはりそこをいかに抑えていくかっていうのも同時進行でしていく必要があります。そこで大活躍するのが今回の、しかもリンゴ酢を使った痩せるレシピになります。このもう一つ食材使うんですけども、それがすごく食物繊維が豊富で低カロリーのものですから、今から詳しくお伝えしていきたいと思います。では2つ目の項目に行きましょう。何をということで、今回お伝えするレシピで使う食材が持つそれぞれの痩せる効果についてあなたにお伝えしていきます。もうまずベースはリンゴ酢を使っています。でこのリンゴ酢というのは、たくさんあるお酢の中でも酢酸と呼ばれる成分がやっぱり高いんですよね。その結果やはり一番痩せる効果だけ見るとおすすめのお酢になります。ただしリンゴ酢といってもたくさん種類があるんですよね。でここで選ぶポイントなんですけれども、痩せるためには良いリンゴ酢を選びましょうです。でそのために必要な見極める条件はたった一つ、原材料名をチェックしていただいて、そこに一つだけ書いてあるものを選びましょう。でなんて書いてあるかと言いますと、リンゴ果汁のみで作られているリンゴ酢にしましょうね。で特に有機栽培 JAS ジャスマークがついてあるような国産のリンゴ酢がおすすめです。もうそこまでいくとも間違いないと思います。もう中にはですね、もう余計なお砂糖とか人工甘味料とか香料、アルコール、添加物たっぷり入ってますよ。そういったものをのもう一生懸命ね、これ飲んだら痩せるんだと思って飲まれていたところで痩せることはもちろんできないわけですよね。余計です。それを省いたもう純リンゴ酢を選んでくださいね。でまずリンゴ酢効果はもうとにかく脂肪燃焼効果が高いですね。もう飲むと燃焼します。ただしだったらいっぱい飲めばいいのかって、そうでもないんですよね。もうこれはあの検証データがあるんですけれども、ある程度の量を取ってそれ以上飲んだところで変わらないというデータが出てます。なのでだいたいリンゴ酢というのは1日あたり多くても大さじ2杯までで十分です。それ以上3杯も4杯も飲んだところで効果は変わりませんですよ、変わりませんでしたっていうね、データが出ているぐらい、そんなにあの良いものも取りすぎてしまっては NG、 逆効果です。お体も壊したり、あの歯が溶けやすくなったりですね、酸性が強いですから、胃や腸とか食道がねちょっとこう胸焼けしたりとかしますので、気をつけてくださいね。で次です、基礎代謝がアップします。これリンゴ酢すごいでしょ。でまたその結果脂肪がつきにくくなりますから、痩せることができるわけですよね。でまた太る原因です、血糖値の急上昇ですよね。結局その食べた時になんで太りやすいかっていうと、血糖値が上がるか上がりにくいかでこれ全然変わってくるわけですよね。その中で血糖値を急上昇させてしまう時に、お食事の時にですね、このリンゴ酢を摂ることで緩やかに上昇させることができる。結果その間脂肪を溜め込みにくくする効果が得られる。なので痩せることができるんですね。そしてまだまだ続きます、リンゴ酢効果なんですけれども、先ほどお伝えしましたそのいろんなお酢がある中で、このリンゴ酢は酢酸が高いんですよ、働きがねいいんですよということをお伝えしました。でこの酢酸の働きで、あなたのまずね腸がもう元気いっぱいに動き出すんですよね。もうこう眠っててね、あもう疲れたという腸がですね、リンゴ酢を摂ることで、おなんかパワーもらったってこう元気いっぱいになってもニッコニコになるわけです。そういった効果があることで、あなたの腸が元気になれば、あなたは痩せ体質になることができるわけですよね。でまたリンゴ酢がすごいのは満腹感を得やすい、要するにあなたの食欲を抑えてくれる効果がありますから、いつも通り食べていても、あなんかもう今日お腹いっぱいになったな、もういいかな食べなくてもってなりやすくなったらいかがですか。嬉しいですよね。やっぱりそういった効果も必要だと思います。どうしてもあのストレスがかかってらっしゃる方とか、まあ、頑張りすぎてる方とかはですね、そのストレスをやはり食欲で紛らわそうって脳があなたに指令するわけですよね。そこの脳からの指令に従い続けてしまってはやっぱり太ってしまいますし、お体も壊しますよね。その時にリンゴ酢がいやいやいやって、そんな食べなくても大丈夫だよって言ってくれたら、あなんだって食べなくていいじゃないってね、
なりますから、やはりそういった状況をご自分の力でリンゴ酢を取ることで作っていきましょうねっていうことになります。そしてなんとですね、むくみ改善効果もあるんですよ。嬉しいですよね。せっかく体重が落ちてね、こう見た目にもこう、わーなんか痩せたね、綺麗になったねって言われたいじゃないですか。その時にね、こうタプンタプンと水分代謝がうまくいかずむくんでいるといかがですか。気づかれにくいですし、自分自身もまず嫌ですよね。なんかもう全然見た目変わんないって残念な結果にならないためにも、このリンゴ酢の効果を使ってむくみを改善していきましょうね。はい、そこで2つ目の材料の痩せ効果になります。今回は寒天を使っていきます。冒頭の項目1でお伝えしました通り、食物繊維が豊富で低カロリーですよとお伝えしたのはこの寒天の効果になります。ちょっと見ていきましょう。まず食物繊維がもうとにかく高いんですよね。なぜかというと、あの寒天の原材料は海藻ですから、海藻っていうのはもう本当にですね、あなたのお腹をすっきりさせることができる水溶性の食物繊維がね、非常に多く含まれていますから、まずはデトックスですよね。どんなに痩せるために必要な良い腸活メニューを取ったとしても、お腹が滞っている、要は老廃物、便通が悪い、便秘の方っていうのは溜め込んでるものを一回やっぱりこそっとですね、大掃除してあげないといいものが吸収できないんですよね。そのためにはこういった食物繊維が豊富な寒天を取ることで、まずはデトックスです。でデトックスして綺麗な腸になったとこにようやくいいものが入ることで、消化できて栄養が吸収できて痩せる体質に生まれ変わることができますから、まずは入れる前に大掃除ですよね。そしてこの寒天がすごいところはですね、食物繊維が豊富なことであなたの血糖値の急上昇をグッと抑えてくれる、結果脂肪の溜め込むのをギュッと抑えてくれますから、これを味方につけていきましょう。そしてなんとですね、悪玉コレステロールを減らすこともできますし、先ほどからお伝えしておりますデトックス効果ですね、もうとにかく断捨離ですよ。もうお腹の中のデブ菌たちを断捨離してしまって、あなたは痩せ菌たちおいでおいでってする必要があるわけです。その時に大活躍してくれるのがこの寒天になります。では3つ目の項目です。どのようにということでお待たせいたしました。ここからレシピ詳しくお伝えしていきますね。今回あなたにお伝えしますダイエットレシピはこちらです。腸活リンゴ酢寒天のデザートになるんですね。でこちらデザートなんですけれども、あの使い方によっては本当にね、あのご飯のおかずサラダにトッピングしてみたいとかでもすっごく美味しいのでおすすめになります。まず材料です。タッパーの大きいサイズを1つご準備ください。そこに流し込んで固めていきます。でまずお水を使いますが、できれば天然水を使ってくださいね。良質のお水はやはりお体に良いです。あのここで水道水などは使わないでいただきたいなと思います。天然水 500cc ですね。そして粉の寒天を 4g 使います。で私が今回購入した粉寒天はちょうど1袋がね 4g になってましたので、もうどこでも手に入る寒天ですから、おそらくあなたのお近くにも簡単に手に入れることができると思います。難しく考えなくて大丈夫です。そして純リンゴ酢ですね。先ほどからお伝えしてます無添加の良質のリンゴ酢を使いましょう。 100cc です。であと蜂蜜はお好みでいいですよ。私は甘いのはね苦手ですとか、あの甘みはね控えていきたいから先生いりませんという方は無理に蜂蜜入れなくてもいいんですけれども、デザート感覚で召し上がっていただきたいなと思いましたので、今回はもう 100% ピュア蜂蜜を使いました。蜂蜜大さじ3入れてほんのり甘みを効かした寒天デザートになっています。ではここから作り方お伝えしていきますね。まずは鍋を用意してください。鍋に先ほどの天然水 500cc と粉寒天 4g を入れて、まずは火にかけてよく溶かしていきます。2つ目です。でだんだんね沸騰してきますから、沸騰したなと思った頃 1-2分そのままよく溶かしていただいた後に蜂蜜大さじ3をお好みで入れてください。いらない方は入れなくても OK です。そして3つ目です。よく蜂蜜が溶けたら一旦お鍋の火を止めていただきます。そしてここでポイント、リンゴ酢ですね 100cc も事前に測っていただいてて、もう一気にね
入れてくださいね。ここポイントです。あの私みたいにですね、最初作った時にこうゆったり入れてたらですね、こうダマになったりよく混ざらなかったりしますけども、ここ一気にわーっと元気いっぱいかき混ぜてください。そして容器ですね。あの私あのガラス瓶使いましたけれども、ガラスの容器がない方はタッパでもいいですよ。ただちょっとくっつきやすくて、あの取り外しにくいなっていう場合もありますので、できれば、まあ、タッパーとかその容器にちょっとお水で濡らしておかれますと、すぐにつるんと取りやすくなりますから、容器をあらかじめ水で濡らしておくっていうのもワンポイントアドバイスになります。そして粗熱が冷めましたら、そのまま冷蔵庫で一晩固めていただきますと、翌日には美味しいリンゴ酢の寒天デザートの出来上がりになります。でここで実はですね、私実際に作った様子を実演の動画あなたにご準備していますので、ぜひ感覚をつかむのにもとても役に立つと思いますので、この後ご覧ください。それではどうぞ。いかがだったでしょうか。今回はリンゴ酢についてのコメントであったりお尋ねであったりですね、ご感想たくさんいただいておりますので、あなたにもリンゴ酢どんどん長く続けていただくようにしていただきたいなと思って、今回の動画をご準備いたしました。中にはちょっとお酢の酸っぱいのが苦手で、先生リンゴ酢ドリンクはちょっと私苦手でどうしたらいいでしょうかとかね、いろいろお悩み受けてたんですよね。そういった方はその1日トータルで大さじ2杯取れれば十分ですから、そういった形で言いますとお料理に使ってもいいんですよってお伝えしてます。なのでお料理にも使っても万能ですし、こういった時々やっぱりデザートも食べたいじゃないですか。で蜂蜜を入れなければあの一品お食事の一品になりますので、ぜひおかずとしてもお食事にね取り入れていただければと思います。早速作ってみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。